5月26日の星座別運勢ランキング。第1 2位を牛座。安定を求める日。今日は安定を重視し、落ち着いた行動を心がけることが重要です。長期的な視点で計画を立てましょう。ラッキーアイテムガーデニングキット。自然と触れ合い。安定感をもたらします。ラッキーからアグリーン。第11位サソリ座。感情の内省が必要な日。感情を見つめ直し、内省することで心のバランスを取り戻しましょう。 ラッキーアイテム瞑想用クッション。内製とリラクゼーションをサポートします。ラッキーカラーダークブルー。第10位双子座。情報整理が鍵となる日。多くの情報が飛び交う中で、必要な情報を整理し、効率的に活用することが重要です。ラッキーアイテムデジタルオーガナイザー。情報の整理と管理を効率化します。ラッキーからアイエロー。第9位天秤座。人間関係の調整が必要な日。バランスを保ち、 周囲との調和を重視することが大切です。対話を心がけましょう。ラッキーアイテムアロマディフユーザー。リラックスし、心の調和を整えます。ラッキーカラーピンク。第8位ウザー。感受性と想像力が高まる日、感情と直感が鋭くなり、創造的な活動に集中できる日です。アートや音楽に没頭しましょう。ラッキーアイテムが再セット。想像力を刺激し、感情を表現するのに役立ちます。 ラッキーからブル、第7位やり座。計画的に行動する日。目標に向かって計画的に進むことで、大きな成果が期待できます。長期的な視点を持ちましょう。ラッキーアイテムプランニングボード。目標達成に向けた計画を視覚化します。ラッキーからブラック。第6位を羊座。エネルギッシュな日。積極的な行動が成功を引き寄せます。自信を持って新しい挑戦に取り組みましょう。ラッキーアイテムスポーツシューズ。 活動的な一日をサポートし、活力を高めます。ラッキーカラーレッド。第五イテザ。冒険心が高まる日、新しい体験や知識を求める気持ちが強まります。未知の世界に飛び込むことで成長を促しましょう。ラッキーアイテムトラベルガイドブック。新しい場所や文化への興味を刺激します。ラッキーカラーオレンジ。第四位カニザ。感情と家庭に焦点を当てる日、家族との時間を大切にし、感情的なつながりを深めることで、 安心感を得られます。ラッキーアイテム家族写真のアルバム。家族との絆を強め、心を和ませます。ラッキーカラーホワイト。第3に水が目ざ。革新的なアイデアが光る日。創造的な思考が新しい道を開きます。クリエイティブに考え、アイデアを形にしましょう。ラッキーアイテムデジタルノート。革新的なアイデアを記録し、発展させるのに役立ちます。ラッキーカラーシルバー。第2を止めざ。 細部にこだわることで成功をつかむ日、計画の細部に注意を払い、丁寧な作業を心がけることで、大きな成果を得られます。ラッキーアイテム精密な工具、細かな作業を正確に行うために役立ちます。ラッキーカラーベージュ、第一一視座、自己表現が輝く日、自分の才能や個性を発揮し、周囲の注目を集めることができる日です。ラッキーアイテムスタイリッシュなアクセサリー、個性を強調し、 自信を高めます。ラッキーカラーゴールド。